術師アブドーラ・ザ・ブッチャー。1970年8月初来日したブッチャーのトレードマークは白い空手着、そして狂気シューズ。生々しいリポートを送ってくれております。さあ、空手殺法を得意とし日本プロレス界を席巻。中でも地獄好きはブッチャーの代名詞となった。さらに巨体を生かしたジャンピングエルボードロップはビッグマッチのフィニッシュホールドとして多く使用された。また稀に飛び出す火炎殺法にファンは度肝を抜かれた。ブッチャーは悪の代表として日本のプロレス界で外国人レスラートップの座に長く君臨。ご覧のように素敵な笑い、素敵な笑いであります。中でもブッチャーの名を世に知らしめたのが1977年暮れの世界オープンタッグ、ザ・シークとの史上最悪コンビでザ・ファンクスを相手にやりたい放題。しかしブッチャーに思わぬ転機が訪れる。パートナーシークと仲間割れ、敵味方に分かれるとここから一気に人気者に。 CM 出演、レコード発売、漫画の主人公になるなどプロレス以外でも話題をさらった。こうしてブッチャー人気は大爆発。悪のヒーローが日本マットで一時代を築いた。このままじゃ絶対に収まりはつかんだね。何らかの形で決着をつけない限りどうしようもないですよね。初来日から49年、昭和を代表するプロレスラーアブドーラ・ザ・ブッチャーが今日リングに別れを告げる。マカシトママトロロハラマカシトママテリミラハラマハラマハミシママトロロヤカシトママタラヤラマヤカシトママディヤラママチティママロ。
この、ね、マスカラスブラザーズとブッチャーの戦いというのも、今の全日本プロレスの歴史を彩った戦いですよね。やはりこのブッチャーという選手の魅力を語る上でいろいろありますけれども、はい、この外国人との死闘というのも、いやそうですね、このブッチャーの、ねはい、一つの真骨頂でしたよね。本当そうですね、やっぱりこうね、流血性というのは一つの代名詞でありますし、こう華麗なファイトを見せる選手がいるその対局という部分でもね、この欠かせない存在感を発揮してきましたからね。早くもエモーショナルな瞬間が訪れております、うん、放送かつて繰り広げた日本人を震撼させたこのマスカラスブラザーズ激励の花とのお話があります。本当にスーパーヒーローとスーパーヒールという顔合わせですよね。まあ、当時はですね、このテレビのスイッチを押すとこの2人がね、ゴールデンタイムに出ていましたよね、はい、そうですね。そして元新日本プロレスの営業本部長でありました新馬久志、いわゆる世に言うブッチャー引き抜き事件、やっぱそういうのもプロレスの歴史ですから ね、はい、ねこれがね、この馬場さんの大会のもとにね、こういう顔合わせが実現しているというのもプロレス この懐の深さの一つですよね、はいはい、いやすごいスリーショットであります。新馬久志初代タイガーマスク、あの新日本の金曜8時伝説を彩りました。その仕掛け人であります新馬久志と初代タイガーマスクが、秋山選手もね、若い頃にはやっぱブッチャーと洗礼を浴びた一人ですよね。立ち上がってますよね。そうですね、ブッチャーが思わず立ち上がって武藤に手を伸ばします。やっぱ2人ね、こうリング上で対峙した時のなんか姿がこう思い出させられますよね。ブッチャーが思わず車椅子から立ち上がりました。武藤圭司の登場にブッチャーがややエキサイトする場面が見られました。
かしこのブッチャーの笑顔というのが非常に印象的ですね、はい、やっぱりこうね、東京ドームに全日本勢に参加した時なんていうのはね、やっぱその坂口社長だったからこそ実現できたことというのもありますよね。この日本マット界、この歴史を支えてきた、うん、まさにこの最大の功労者と言ってもいいかもしれません、坂口誠二さんであります。やっぱり一人一人のね、こうゲストの入場曲がかかるたびに、こうプロレスのね歴史がこう蘇ってくるっていう、やっぱり本当にこう偉大な人たちがこう集ってるなっていうのを改めて感じさせられますよね。そのトップを張っていた2人であります、スタン・ハンセンとアブドーラザ・ブッチャーが並び立ちました。いいツーショットですね。まあ80年代の新日と前日の冷戦の渦中にいた2人ですよね、はい、そうですね、まあね、やっぱ双方がねこう同じリングに立つことがあればそれによって別れることもあればというね、やっぱり本当に日本のマット界の中心ですよね。ブッチャースピニングトーホールド、Thank you.
やっぱりファンクスとねこうブッチャーの戦いっていうのはいやもうプロレスの歴史そのものと言っていいですからね。あの戦いから1977年でした。もう40年以上続くんですが、うん、全くあの場面が色褪せることはありません、はい、いやもうこう今ねこう映像なんかで見ても興奮する試合ですからね。あの試合というのは本当にそれが40年以上前に行われていたというのがすごいですよ ね、そしてその40年以上の時を超えてブッチャーがリングに渡りつけ、そこにトリーファンクジュニアが駆けつけたわけであります。メッセージからお願いします。さあ続いてはメッセージ VTR をどうぞ。ここでザ・デストロイヤーさんよりメッセージでございます。アブドラザ・ブッチャー、まず私の長き終生のライバルであるブッチャー、引退セレモニーに参加して直接話すことができずに残念だ。本来であれば会って話したかったが、ドクターから長距離のフライトは禁止されているのでメッセージを託すことにする。黒い呪術師アブドラザ・ブッチャーでございます。アブドラ、素晴らしいキャリアをお祝いしたい。我々の血を血で洗う流血戦は初期の全日本プロレスのドル箱でエキサイティングな試合で多くのファンを沸かせた。そしてその試合は全日本プロレスの発展にも寄与したと思っている。アブドーラ、お前の試合スタイルはとてもユニークで誰も真似できない。他にも真似しようとしたレスラーはいたが、あのスタイルはアブドーラだけのものだ。私と同じようにプロフェッショナルレスリングのビジネスを愛して誇りと尊敬の念を抱いてこのビジネスを守り続けた。そして私たちができることならレスリングを永遠にやりたかった。私はレスリングをできる限り長い間やってきた。お前も同じような気持ちでできるだけレスリングを長くやってきたことと思う。嘘は言わない。聖なるリングで流した血と汗、そしてあの興奮は忘れることはできない。観客の歓声までも。でもお前はラッキーだ。なぜならば自分のキャリアを振り返ってみてくれ。そこには微塵の後悔もないからだ。そしてプロレスリングの最高の階級でお前の本当に偉大なる功績が燦然と輝いている。お前を一生忘れない。そしてもう戦えないことは寂しい。あの試合が懐かしい。できることならもう一度あの頃に戻って試合をやりたい。お前もきっと同じ気持ちだろう。これはどうしたことでしょう。引退おめでとう。これはどうしたことでしょう。永遠のライバル、ザ・デストロイヤー。俺のこのレスリングに影響を与えてくれたのはカルゴッチであったり藤原義明であったりするんだけど、アブドーラザ・ブッチャーと一緒にタッグを組んで戦ってたった数週間だけどものすごく大きなものを、そこでもらったとは言わない、教えてもらったとも言わないけど、俺はお前から盗んだ。だから安心してやめちまえ。さようなら、アブドーラザ・ブッチャー。サンキュー、アビー。お、忘れてた。そうだそうだ、お前が俺にくれたあのお金、ブッチャーが俺に、お前はタオルなんか被れなくていい、ガウンを作れと。お金くれたよな、数万円。そしてそれをメキシコで作ってこいってノサロンガに渡したよな。あれだ、まるまるノサがパチンコで使っちまった。だから俺はガウンを持ってね。以上。それではここでブッチャーシートご購入のお客様記念撮影に入ります。
時のこのぶっちゃいの声援はねすごかったですよね。いや本当そうですね、そして新日本ではあのバッドニュースアレンだと、うん、軍団も結成しました。そしてあのハルク・ホーガンだと激闘を繰り広げたこともありました。でも改めて見るとこの昔の外国人というのはすごい個性を持ってますよね、みんなね、やっぱこうね、そういう選手にまたこうね出てきてほしいなっていうのを、そうですね、こういう場面を目にするとね余計にそういう印象が強くなりますよね。外国人天国だったこの昭和のリング、そのトップ中のトップでありましたアブドゥラ・ザ・ブッチャー、そしてドリー・ファンク・ジュニア、2人が改めて今一度握手を交わしました。ちょっとドリーも名残惜しそうですね。そうですね、それでは本日引退いたしますアブドラザブッチャー選手より皆様に御礼のご挨拶です。All my wrestling fans, I came back to Tokyo. ファンの皆さん、帰ってきました。There's only one thing missing. I wish that giant Baba was still here in the ring with us. 一つだけ足りないことがあります。ここにもうジャイアントババがいてくれればこれで完璧です。And my main person is Honest John, who was a good friend of mine, died three days ago. I wish he was here, but what can I say? 3日前にマネージャー、僕のマネージャーでもあり、長年の友人でした、オネスト・ジョンが天国に旅立ちました。それもすごく寂しくて、本当は一緒に来たかったんですけど、まあ、しょうがないです。I got three friends who came from Korea to see me, and the first person, his name is Reverend Kim. Thank you, sir. Thank you for coming. I appreciate it. Thank you. 今日は韓国から親しい友人が3人わざわざ駆けつけてくれました。1人は神父様で、牧師で、キム神父様がわざわざ韓国から来てくれました、僕のために。I want all you young kids out there to make sure that you do not put your mother or your father in a home when they get old. You're supposed to take care of them and make sure, because one day you'll get old.And somebody will put you in a home. Remember that. 若い人たちに言いたいです。自分の親が年取っても決して老人ホームにぶち込んで忘れるようなことだけはするな。いずれはお前らだって年取ってそういうことになるんだから、ちゃんと親を大事にしろ。それだけが言いたい。Remember that. 忘れるんじゃないぞ。Remember that and don't ever forget it. And I want to say again, a good friend, Reverend Kim, I'm very happy for you to come here. And this is the man, Reverend Kim, who made me the robe. Thank you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 , sir. Thank everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Thank everybody. Thank you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 .Thank you! 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 それでは、引退の転換コングをアブドラ・ザ・ブッチャー選手に送ります。皆様、ご起立の上ご賛同くださいますようお願い申し上げます。
350パンド、アブドラザー、ブッチャー。マカラカシトモモマカラ、カシトモマラ、マラハ、マラハ。ババさん、水前工業のリングでブッチャーがリングに別れを告げます。両国国技館は総立ちでブッチャーコール。日本で最も愛され続けた外国人レスラーと申し上げてもいいでしょう、アブドラザ・ブッチャー。佐久間さん、はい、ブッチャーの最後の挨拶、うん、はい、ありがとうという言葉を何度も、ね、連呼しました、うん、気持ちが込められてました。本当にね、こうあの言葉というのはやっぱり本当に感謝の気持ち、いろんな人に感謝の気持ち、ここに、ね、いるみんなに届けたいというようなものがね、またテレビで見ている人にも本当に伝えたいというのが伝わってきましたよね。まあ、ブッチャーは日本に初めて来た時は、うん、さほど注目される存在ではありませんでした。それを、はい、認めてくれたこの馬さん、うん、そして日本のファンに向けた そういうありがとうでもあったのかもしれませんね。はい、もうやっぱそういう気持ちですよね。どんな時もこのアブドーラザ・ブッチャーのイメージを崩さないプロフェッショナルでありました。アブドーラザ・ブッチャーがファンに見送られます。子供の頃ですね、誰もがこのブッチャーの地獄好きの真似をしましたよね。そうですね、やっぱりこう怖いブッチャーを見てね育ってきたというプロレスファンも非常に多いでしょうからね。アブドーラザ・ブッチャー引退、日本のファンに愛され続けた男が静かにフォークを置きました。